どうもこんにちは、有楽タイルズです。今日はですね、こちらの、オレンジ色の、タンジェリンの女の子と、この、前回ですね、うまくいかなかったオレンジ色の、ブラッドハイポタンジェリンの交尾をさせたいと思います。前回のペアは正直相性が悪くてなかなかうまくいってないコンビだったんですけど、こっちのペアはどうだろうなということで、今からペアリングさせたいと思います。はい、どうでしょう。このオスなんですけど、ブラッドハイパーという名目で購入したんですよ。で、格闘技すごくオレンジ色が強い子だったんですけど、今見ると普通に黄色いっすよね。おかしいな。さあ、どうでしょう。反応はしてますね、メスの方は。あとはメスの方がうまく反応してくれるか、どっちかなんですけど、あとメスの方が、あれ？餌だと思ってる、もしかして。餌だと思っていってる、メス、もしかして。このね、タンジェリンのメスは一回出産経験があるので、すんなりと交尾の方はうまくいくんじゃないかなと思ってます。で、うまくいってもさらに交尾ちゃう卵もうまくちゃんと産卵してくれるんじゃないかなと思っているんですけど、交尾がうまくいかないですね。やっぱりこのブラッドタンジェリンのオスがちょっとね、まあ、バージンなんで、あんまりやり方を知らないみたいですね。決めてほしいですね。頑張れね。メスの方は割とね、受け入れ体制が準備整ってそうな感じはするんですけどね。これ、オスの方は反応が悪いですね。メスが舐めましたね。どうでしょう。無理っぽいですね。でもやっぱり男のこいつがね、うまいこと決めてくれませんね。割とね、なんででしょうね。メスが反応しないなら、まあ、なんとなく納得できるんですけど、男の
方が全然反応ないんですよね。無理っぽいですね。はい、今回も、講義が、失敗に終わりました。まずね、チャレンジしたいなと思ってます。はい、そんな感じで、有力対立でした。ありがとうございました。